皆さんこんばんは、えー。本日ですね、出した、えー、マークの入団会見の動画がですね、えー、結構再生されてまして、ありがとうございます。でまだ見てない人はね、ぜひ見てくださいということで、えー、本題に移りますけども、えー、すごいね、仕事が早いんですけども、マークの、えー、ユニフォームですね、いろいろと、えー、受注生産というかね、いう感じでこう出ておりまして、ま,あ、まだすぐにはね、 手元には届かないということなんですけどもチケット付きとかね帽子ユニフォームでサインの刺繍が入っているものとかいろいろなセットとかまあ、レプリカなユニフォームもね普通に出ますのでちょっとね紹介していけたらと思いますユニフォームセットの5万のがホームとビジターのバージョンですかねとあと1万8000のホームとビジターのバージョンが ありますねとりあえずセットのものはで5万円のユニフォームセット、えー、限定200セットで開幕戦までには届くということでね、まあ、の下にですね正宏田中のサインの刺繍が入っているものと、えー、背番号のレプリカキャップでタオル T シャツトートバッグマスクカバーパーカー でフード付きタオルと開幕3連戦の観戦チケットということでまあこれはねどの席なのかよくわかんないですけどもまあでも3連戦のチケットで開幕戦ということでえー、ホームの開幕戦ということですかねおそらくということなのでまあね現状のね状況なんか見てまあ緊急事態宣言も延長されるということもありますので えー、まあね、東北の地域にお住まいで、まあ必ずね、行ける方だけこれは買った方がいいのかなと。チケットがついてくるのでね。まあそんな感じだと思います。で、こちらが、えー、エンジ色のね、方ですね。で、まあこれも内容はほぼほぼ同じ。で、こっちの方が100セットということで、まあ少ないですよね。ちょっと。ビジター版の方が少ないということで。 これもチケットがついてきてしまうので、まあ、いける方は、これをね、買った方がいいのかなっていうか、いける方だけ買った方がいいのかなということですね。で、これがユニフォームセットっていう、1万8000円のですかね。え、ユニフォーム。で、タオルと T シャツとトートバッグは、このデザインなんですかね。あの、先ほど紹介したようにも、えー、ついているものですけども、 さっきはね、デザイン載ってなかったんですけど、おそらくこのデザインになるんじゃないかなと思います。で、これはチケットは付いてきません。で、こちらも同様にですね、ビジターバージョンもありまして、まあこれも数量限定ってことですけども、まあ数が書いてないんでね、まあ100、200というわけではないんでしょうけども、まあ数量は限定されているということですね。 でも、まあ、先ほどのビジターバージョンも1万8000ということで。えそれとですね、まあ、プロモデルユニフォームということで。まあ、オーセンティックユニですね。それが3万9000で出ると。で、あと、レプリカユニは9000ということでね。まあ、こちらも受注生産ということになっておりまして。まあ、おそらく5月ぐらいの到着というふうに書いてありましたね。えそしてこれがオーセンティックユニということで。まあ、これはちょっと高いので。 まあ本当にね、選手が着ているやつが欲しい人だけ買ったらいいんじゃないかなっていう感じですね。今ほとんどの方がね、買うのはこの辺なんじゃないかなっていうのは思うんですけども、えー、レプリカユニのえ、先ほどね、の画像に、えー、ホームバージョンがあって、で、ビジター、で、ファンズ、東北ブルーっていうのがね、あって、まあレプリカユニだと4種類のね、 え、ユニフォームが出るということで、5月上旬以降の発送予定となっておりまして、まあね、急にこう決まったわけですから、まあ作るね、あのー、予定はなかったわけで、まあ急にね、入団が決まったので、まあ急いでね、こう、提携している工場とね、やり取りして、急いで5月上旬ということらしいです。いいですけどね。なのでまあすぐ欲しい人っていうのは、まあ買わない方がいいですね。 でまあ5月上旬でも欲しいという方だけ買ってくださいという感じですね。そして私はですね、えー、買ってしまいました。こちらの東北ブルーっていうやつですかね。なんかこの縦じが、まあ、色はちょっと違いますけども、ヤンキースっぽくないですかということでこちら、まあ、買ってしまいました。 で、来るのはまあ5月上旬ですけども、まあね、なんか記念ですしね、まあ、日本に帰ってきてまた戻るかもしれないっていうのも可能性もありますし、なんかこの柄がいいなと思ったので、こちらを購入してみました。まあ、去年はですね、一度も球場に行かなかったというね、本当に稀な年になったんですけども、今年はね、 まあさすがに野球を見に行きたいなとは思いますし、まあ、今年はね交流戦もあるということなのでまあ巨人戦なんかがあればねこれもね来ていきたいかなと思いますしまあ巨人戦じゃなくてもまあ見に行けるね試合があれば交流戦でね楽天が来るときなんかにまあ来ていければいいかなと思いますということでマー君のですね え、ユニホームが発売になるというか、受注生産ですけどもね、まあ発売されるということでお伝えしました。まあね、もうね、最初からのファンの人はね、まあとっくに持ってるとは思うんですけども、デザインとか違うんですかねどうなんでしょう前と、まあ変わってたらね、新しいマー君のユニホームをね、欲しいかなと思いますし、まあね、 記念に一枚というか、持ってない方はね、ぜひ記念にこの機会にどうですかという感じですね。で、まあの、ホームページというかね、この販売のサイトの URL、リンクは概要欄に貼っておきますので、そちらからね、見てみてもらえれば、まあ直接ね、こう見てもらえと方がわかりやすいと思うので、まあ、そちらを参考にご検討っていう感じですね。 でまあ私のおすすめはこのピンストライプのねやつですねただまあヤンキースファンじゃないなら普通のエジじとかがおすすめですけどねどのねユニフォームが人気なんですかねアンケートにやっとこうかなちょっとねと思いますではご視聴いただきありがとうございました